写真集法第265号裏表紙の弾丸切手の広告戦時郵便貯金切手は太平洋戦争中の日本で発行されていた割増金付き郵便貯金の再建弾丸切手の愛称で知られている戦時下の国家では軍事費を賄うため国民に対し貯金の奨励を行うことが多く太平洋戦争下の日本も例外ではなかった 太平洋戦争開戦直後の1941年12月22日に閣議決定された低進緊急政策要項では割増金付き郵便貯金切手制度の実施を盛り込んでいる。翌1942年、当時の大倉省は貯蓄総額230億円という目標を縦貯蓄キャンペーンを行っていたが、この一環として前年の閣議決定に基づき、 低新賞が同年6月8日から戦時郵便貯金切手を全国の郵便局で発売した。わかりやすく言えば、賞金くじ付けの貯金切手というべきもので、1枚当たり、額面2円で発行し、割増金は1等1000円、2等100円、3等5円、4等2円の4種類で、当選確率は11枚につき1枚とされた。よく当たる。 買った貯金が弾丸の資金になるということで弾丸切手の愛称が付けられた。売り出し期間は原則として毎月1日から15日まで、抽選日は20日で、その11日後から割増金の払い戻しを行った。なお元金は無利息で5年間は引き出しできない条件とされていた。切手の売上金は、 大倉省よ勤務に預け入れられ、主に国債の消化資金に充てられている。なお郵便局での販売以外にも、隣組を通じても、反強制的に売られた。販売された切手は、太平洋戦争終結後の大幅なインフレーションにより、価値が著しく低下し紙くず同然となった。キングレコードから、弾丸切手命中という歌謡曲が発売された。名称が似ている。 郵便貯金切手とは、性格、内容が大きく異なり、再建であるため郵便切手としての使用はできなかった。ありがとうございます。